です。ペ。ルナコンガです。ガ。マチュリンです。プリーズ、アイチョリスです。今日は何の日ですか？ダダーン、フロム2000のスンメンバーオーディション初めて。今までにない。でもあれだ、人を選ぶのも初めて。今後のフロム2000のあれに関わってくるから、ちょっと本気で選ばないと、本当に遊びじゃないので、今日はねピリピリしたムードの中やっていきたいなと思ったんですけど、あの今日ね来る途中に電車乗ってたら、目の前からもうちょっとニヤニヤしてる人が乗ってきて、で見たらルナちゃんだったんですけど、ちょこれ立ってもらっていい？見えるかな。え、なんか、しかも靴もね。そう、靴も。え、すごい。いや、本当にシンクロ率高いね。ビビって怖って思って、ね、さっきルナちゃんにえ、ちょっと被ってんだけどみたいな言ったら、え、私この生地濡れたらすぐ乾くんだっていう謎のなんかえ、そうだ、これすぐ乾くんだもん。謎のマウントされて、ちょっと皆さんもどの子がいいかなっていう、なんかこの子が入るんじゃないかなみたいな予想もしつつ、ちょっと楽しんでみてくれればなと思うので、要チェックです。ジェネックスのモナファイアと申します。2児の母してます。はい。で、高校生ぐらいからずっとギャルに憧れて、そこからエッグの雑誌とかを見始めて勉強して、もっと派手になりたいなと思っています、はい。仕事とかはしてますか？一応してます。保育士。保育士？え、保育士すごいね。今回このオーディションに何で受けようと思いました？一緒に活動していきたいのもそうだし、自分もなんかギャルになり、もっともっとギャルになりたいなと思って応募しました。ちょっと最初子供いるから躊躇したんですけど、将来的にどうなりたいとか夢だったり、まあ、目標とかそういうのは。みんなを笑顔にしたいですね。おお、すごい。レレドです。お仕事はイラストレーターやらせていただいております。個人的な目標をすでに決めているってあるんですけど、はい、すいません、ちょっと資料の方を。すごいね。すいません、すごい。その個人的な目標っていうのは、ギャル文化を世界に広めること、ムーブメントを起こす、お手伝いをすることなんですけど、ギャルというジャンルは日本にとってその誇れる文化の一つだと考えていまして、自分のこれだと感じたものを世界に認めさせたいっていう欲求があって、でそれから広めたい理由はもう一つあって、で私自身そのギャル文化に出会ったことで人生と性格は大きく変わりまして、ギャルになる前の自分はすごい本当に自信がなくて、すごい卑屈な考えが常について回ってるような人間だったんですけど、でそんな自分をそのフロム2000さんのギャルスタイルが救ってくれたように、今悩んでる人たちをいい方向に変えるきっかけになりたいっていう救世主なんですけど、あのフロム2000さんが、全然大げさな言い方ではなくて、本当に自分にとってそういう存在なんです。なんか救世主の一人になりたいって考えて、このオーディションに応募させていただきました。普段はゴーゴーダンサーとして活動しているチャナナっています。はい、緊張するでしょ。なんでこれに受けようと思いましたか？あのガングロの歌で青ちゃんに影響されて、おお、で、あのマーチリンとも高校生からの中で結構電話してて、熱意というか、本当にこれが最後だと思ってて、青ちゃんの言葉にすっごい影響されて、ギャルなのにこんなしっかりした人っているかと思って、まあ、自分も昔コミュ力なんか全くなくて、なんか静かでおとなしくて、何するにも本当に真剣っていう感じが見えなくて、ブラックダイヤモンドに入ってからなんか本当変わったなっていう話も前も出ましたんですけど、高橋ゆむです。長野県から来ました。中学3年生です。何で受けようと思いましたか？もともとお母さんの影響とかギャルが好きで、ジェネックスに入った時もすごい嬉しくて、それ実際に撮影とかフロム2000の皆さんとか会って、それなんかすごい
刺激を受けてもっとギャルになりたいと思って、それで応募しました。クロム2000入ったら、あの目標とか、あと将来的にどうなりたいとか夢だったりとか、そういうのはありますか？将来的にはそのダンスとかもやっていきたいなと思ってて、幅広く活躍できたら。でなんか入ってみてやりたいことはありますか？やりたいこと、こんなのやってみたいみたいな。あと YouTubeYouTuber だったら大食いとかやってみたい。ああいいね。めっちゃ食べるんで。あ、そうなんだ。え、待って、服一緒。あ、しようと思ってて、で来週にはもう家決めて、来週にその合否関係なくとりあえず活動もっと参加できるようにって思ったんで上京しようって考えてます。今回このオーディションに受けようと思いましたか？今ジェネクスに入ってて、時々撮影参加させてもらってるんですけど、やっぱり地方で通える範囲が限られちゃってたりして少ないんですよっていうので、もうちょっと携わりたいなっていうのと、もっとギャル目指してっていうのがあって、そういう理由です。これといって特技とか趣味がなくて、だからクロミニセンターに入ったら自分っていうものを見つけたくて、頑張るのでよろしくお願いします。はい、大阪智子です。普段は歌舞伎町のショーパブでダンサーやってて、あの LGBT 系のお店で働いてて、なんかちょっとスピ系の能力があるんで、なんかそういう鑑定みたいな。どういうこと鑑定するの？なんか悩み相談みたいな、駆け込みである的な。あのオーディションはなぜ受けようと、はい、2,3 年前ぐらいからいきなりなんかギャルってワードが来て、でなんかすごい気になり始めて、ママとかギャルとかやってた友達がいたのでいろいろ教えてもらって、そこから徐々にハマりだして、なんかここ最近めっちゃ世界で来てるなと思って、めっちゃなんだろう、日本の文化としてめっちゃ需要あるなと思って、でそれの活動に対して多分ちゃんと力入れてるのがここのフロム2000の方々だなって思ってて。じゃあ入ったらやってみたいこと、あの私の感覚だとこのギャルっていうこの見た目はめちゃくちゃ多分そのドラッグクイーンさんとかそれこそそういうニューハン系さんとのコラボが絶対面白いと思ってて、確かに多分あのマインドとかやってることとか着飾ってる意味とかも一緒なところがあるから、私はコラボしたいですね。海外中心にこう活動していくことによって一気になんだろうな、ギャルのクオリティじゃないですけど、なんかやっぱり尊敬されるのって大事、すごいと思われるのって大事だと思うので、そのなんつうんだろうな、すごいと思われることを極めていって、まあ、自分じゃないんですけどそのギャルのブランド価値っていうのを結構なんだろう、カジュアルに見られがちじゃないですか、それをちゃんと私たちそんな適当な人間じゃないよっていうのをちゃんとアピールして、むしろ拝められるみたいな感じになっていきたいなって思いますね。本物だ。じゃあ自己紹介。あ、足立ルビーです。ルビールビー、本名ですか？本名です。えー、いいな。血液型何型ですか？あ、最新型です。何型だ、最新型だ。それなぜこのオーディションに受けようと思いましたか？めっちゃギャルが好きで、なんか普通に自分でこうやってギャルやってても、あ、まだ未だにいるんだって言われるとすっごい嬉しくて。普段からさ、あ、そうですね、あの出かけるときはこんな感じで。ブラックダイヤモンドさんとかすごい入りたくって、あとガングロカフェを一度行ってみたくって、なんかちょちょって調べてメンバー募集みたいな、皆さんなんか YouTube とかがわーって出てきて、あーみたいな。やってみたいと、まずなんか一人でパラパラ踊るって踊ってるから、一人で覚えて一人で踊ったりですしてるから、みんなで踊りたいっていう。ダンス特技、ダンス習ってたってことですか？今ベリーダンス。すごい。なんかちなみに披露してもらうこととかできますか？ベリーダンス、
すごい汗でなんかセックスみたいになっちゃって